シニアの生き生きライフを応援する株式会社オールエイの取り組みや関わる人たちを紹介するコーナー、オールエイ特集です。さあ今日の話題はこちらです。子育て、子どもを育てる親たちの先生、ペアレントトレーニングインストラクター。はい、さあゲストの方お招きしております。楽しみ。ペアレントトレーニングインストラクター小原千秋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあペアレントトレーニングインストラクターってあまり耳なじみのない言葉で、なんだろうなと思っている方多いと思いますけれども、まずはですね小原さんのプロフィールからちょっとご紹介していきたいと思います。さあプロフィールはこちらです。小原さん保健師、看護師、養護教諭、看護教員、そして免許、勤務経験があります。そして2019年にペアレントトレーニングインストラクターの資格を取得して活動されているという方なんですね。いろんな資格をお持ちなんですね。そうですね、保健室でもなんかそうです、ね、いらっしゃったことの経験もあるという、ちょっとだけ保健室にいまして、子どもたちが怪我したり、あといろんな悩みがあれば来たりとか。そうなんですね、子どもと接する機会も、あと保健室だけ、子どもだけじゃなくてお母さんお父さんたちも保健室にちょっと相談しに来たりする時もあって、そこでちょっと相談したりしてました。そうそう、詐欺上げ新報で、昔心の体温計っていうタイトルでね、保健室を描いた、あれとってもね分かるんですよね。みんながそこに来てね、保健室って大事ですよね。そうですね、そこでこういろんな思いを素直に吐くというか、そうなんですよね、表現するというか、そういう経験からも今のお仕事につながっているのかなって思いますけれども、まずペアレントトレーニングって一体何でしょうか。本当に聞いたことないかもしれないんですが、ペアレントは英語で親、トレーニングは訓練、じゃあ何を親が訓練するのっていうことなんですが、子どもへの対応の練習ということになります。どういうふうに親が子どもへ関わるか、大体分かってると思うんですけども、いろんな工夫をすると子供をあまり叱らなくてもよかったりとか、親自身も楽になったりとか、結果的にいい親子関係が築けるみたいな、そういうことでペアレントトレーニングとってもいいなと思って、います。そのペアレントトレーニングインストラクターっていうのを知って、なろうと思ったきっかけは何だったんですか。日本子ども虐待防止学会というのがありまして、そこで初めて名前を聞きました。で、療育センターや小児科で多くのお母さんたち子どもたちと接していて、保護者からもすごく相談を受ける場面があったんですが、うちの子どうしたらいいでしょうとか、どうやって対応したらいいでしょうとかっていうお話もあったんですけども、どうも話を聞いているとお母さんお父さんたちの対応をもうちょっと上手にすると子どもたちが良くなってるんじゃないかな、お母さんお父さんたち頑張りすぎちゃってないかなみたいなところを感じるところが時が多かったです。そんな時にペアレントトレーニングってとっても効果があるんじゃないかなと思ったので、すごく秋田に広める意味でも勉強して、お母さんお父さんたちの応援になれればなと思いました。やっぱり悩んでる方が多いっていうことですよね。上辺では分からないけども、実際にどうやって接したらいいか分からないとか、怒っちゃう子供は何も言うこと聞いてくれない、もう仕事と子育てでパンパンみたいな、ママパパ多いと思うんですけども、そういうところをちょっとこう紐解いて楽にしていく方法が、一つあるよということです。育て経験がある方、みんなが経験していることですよね。で、普段ですね、小原さんがされている活動なんですけれども、どういったところで活動されて、皆さんにお伝えしているんですか。そうですね、これはこの間にかほ市の子育て支援グーチョキパーというところで、まだ1歳未満のお母さんたちにお話しした時です。今の時期よくわからないかもしれないけど、愛情たっぷりに関心を持って、できないことは当たり前なので、これはちょっと子育ての相談の前に赤ちゃん体操とかやったんですけども、
でそういうお母さんたちにお話しました。これをちょっと五城目町の、小さいお子さんがいるお母さんお父さんに障害学習課から依頼を受けまして、子育てのお話をしました。はい、まあ、この時もさまざまなお悩み出てきたと思いますけれども、はい、そうですね、実際の講演終わってからお話、個人的にこういう場合どうしたらいいんでしょうとか、あのうちの子はこうなんですとかいうふうなお話ありまして、で、あ、そうすればいいんですねっていう、最後にはちょっと笑顔が見られたり、素晴らしい、なんかちょっと来てよかったっていう声があると嬉しかったですね。家庭によってその時の、その旬な悩みっていうか、そうですね、違いますよね。はい、でその時相談できればいいなと思っても、はい、できないままその過ぎていってしまったりとか、でも、はい、その時に対応することはとても大事だったりするんですか？そうですね、本当にタイムリーに相談したいけど、でも相談ってまでいかないけど話を聞いてもらいたい、でもうどこに行けばいいかわからない、でまあ、なんとかセンターとか保健センターとかいろんなところはちょっと敷居が高い、でも話聞いてもらいたいっていう時に、まあ、役立てていければなと思っています。はい、そのペアレントトレーニング、ぜひこういうふうなことを、はい、皆さんに、はい、学んでいただけるっていう、はい、ものがありますので、今日特別ですね、はい、授業などで使用する資料をお持ちいただきました、はい、ご覧ください。はい、はい、あ、これはよくあのスライド使うんですけれども、上の方から見ると子どもが問題を起こしました、すると困った子だ、手に負えないって親は思います、そしてなんでそうなのって怒ります、すると子どもはどうせ認めてもらえない、どうせ、あ、ちょっと今マイクがですね、今途切れてしまったんですけれども、はい、今もう一回付け直して皆さんにお伝えいただきます。はい、すいません、怒ると子どもは認めてもらえない、どうせ僕なんかっていうことで自信をなくしたりします、はい、そしてそれをまた見て親がイライラして、でまた問題行動を起こすという、なんか負の循環というか悪循環につながることがよく日常ではあると思うんですね、はいはい、それをペアレントトレーニングでは、はい、次のスライドなんですけども、あの子どもの行動をよくまず見ましょう、そして好ましい行動があったら、いいことしてるな、いいことしようとしてるなっていう時に褒めてあげましょう、そうしたことで子どもとお母さんと温かい関係になって、で問題行動が減っていい行動が増えていく、そして子どもの自信につながって親も安定していくというふうなことをペアレントトレーニングでは目指しています。はい、なんでまあ要はあの認めて褒めるっていうところがキーワードだと思うんですけど、はい、余裕があるときはね、そうですね、適当するかもしれないですね、はい、でその時の状態にも ね、寄ったりしますね、はいはいはい、でまあ、ペアレントトレーニングで期待できることとしては、子どもの行動の特徴をまず理解すること、良い行動を増やせる、でその年齢に合った子どもの発達ってあると思うんですね、はいはい、だから2歳でそこまでできないのに怒っちゃうっていうパターンもあると思うので、まず子どもの特徴を理解しましょうということが一つ、あと困った行動を減らすことを学びます、うん、親子関係を見直すチャンスになります、自信を持てるようになります、うん、子どもが自分の行動をコントロールする力を伸ばす手助けをします、うん、そしてペアレントトレーニング少人数でやる時も多いんですけども、あの同じ悩みを持つ親同士の交流でストレスが、うん、あの減っていくということも、あの効果としては、歌われております。はい、いろんな方のお話を聞いてきて、はい、いつくらいからこのペアレントトレーニングって、あの親御さんが受けるとすごく良かったりするんですか？そうですね、まだ本当に赤ちゃんのベビーちゃんの時は言葉がわからないので、はい、できれば言葉が理解できる 2,3 歳くらいから、はい、であまり大きくなってしまうと、うん、ちょっとこう自分の自我が発達するので、うん、あの小学校の中学年くらいかなとは言われていますが、うん、でもあと基本的には子供にどうやって接するかっていうところは、うん、私年代構わないと思うので、うん、プログラムをしっかりやるっていう以前に子どもとどうやって接したらいいかっていうところは、もう本当にちっちゃい子から大きくなってからも成人になっても、はい、
言えるんじゃないかなと思っております。まずはじゃあなんかそのお子さんのことでお悩みのことがあれば、はい、気軽に相談するっていう場所が、はい、まあ、小原さんの活動っていうこと で、ね、はい、いいこと良いですかね、していただければありがたいです、ね、そうですね、はい、ね、で、まあ、そのペアレントトレーニングって、まあ、プログラムもあったりするんですよ ね、 そうですね、何回か、はい、はい、一応最低限6回やってくださいということで研究会では言われてるんですが、その、人に合わせてちょっと私自身事情に合わせて組むことはできるかなと思ってますが、最初は行動をちゃんと客観的に見ましょうとか、2番目は上手に褒めて、褒め方はどうすればいいのかなとか、わーって感触起きた時にはどうすればいいのかなっていうところがこう6回にわたって組まれております、うんうん、はい、でもね、親御さんもなんかこう報告する人がいると、ね、頑張れるっていうか、褒めてもらえたりすると親御さん自身も、ね、小原さんとの出会い嬉しいですよね。で、オール A が主催する孫育てサロン第2回の講師も小原さん務められたということで、ね、お孫さんといえば西村さん、ね、はい、本当にお若いご夫婦ね見てると、うん、私たちの時代っていうか、なんていうんでしょう、昭和の時代、うん、昭和の時代っていうか、その頃と全く違いますよね、その育て方、接し方、うん、教育自体も違うし環境も違うしね、うん、だからものすごい忙しいご夫婦、若いご夫婦見てるとやっぱり、ね、大変だな、やっぱ新時代だなって思いますよね。その時にやっぱり身近にやっぱり相談できる、ね、相手がやっぱり欲しいなって、それおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、むしろそうじゃなくて客観的に、ね、アドバイスいただけるっていう小原さんみたいな方がいれば ね、はい、いいですよね。孫育てサロンではそんなどういったそういったこともお話されたんですか。そうですね、本当に相談を受けてるとおじいちゃんがこう言うんですおばあちゃんがこう言うんですっていうことで結構ママたち困ってる場面もあるので、可愛いんだもん、可愛いんだもんだってね。でももうちょっとおじいちゃんおばあちゃんも勉強して、うん、少し距離を置いて、うん、その若いご夫婦を応援していくっていうスタンスで、うん、あまり介入しすぎないで、うん、ストレスにならないで、うん、いざとなった時に手助けをする立ち位置がいいかなっていうふうなことを皆さんにお話をしました。いざという時もじいじばばですね。でもおじいちゃんおばあちゃんはやっぱりママパパたちにはないほっこりした癒しだとか経験値もあるので、そこは出し惜しみせずチャンスを狙って出していけばいいかなと思うし、チャンスを狙わなきゃ。そうで、何よりも自分自身が元気で迷惑をかけないで元気で生き生きとして過ごしていることが自分の子どもたちあるいは孫たちのいいモデルになってるんじゃないかなということで、まあ、元気でいきましょうっていう話をしました。素晴らしい。でこれからもオールウェイで主催の何かそういった講座があれば、はい、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、最後にですね、視聴者の皆さんに小原さんからぜひメッセージ、はいはい、お願いします。はいはい、皆さんこんにちは。子供は本当に発達途中なんですね。子供だから何歳だからできるということではなく、失敗するのが当たり前で、できないのも当たり前と思って接してほしいなと思います。子供たち一生懸命頑張ってます。保健室でもまたママに怒られた、パパに怒られた、先生に怒られた、僕のこと何も見てくれないっていうお子さん多かったんですね。でも子どもたちなりに一生懸命頑張ってます。このすごい学校大変なんですよね。いっぱい宿題もあるし家庭学習もある、あ、同じですね、あるんだけども一生懸命頑張ってます。それをまたお家に来てもあれやりなさいこれやりなさいって言うと本当に休むところがない、ちょっとほっこりする時間もつけつつ、お母さんたちが優しく、お父さんたちが優しく接することで子どもの成長が促されるんではないかなっていうふうに感じております。子どもがいない人たちも全て子どもを取り巻く、私たち大人が本当に過ごしやすい子どもの環境を作っていければいいかなと思っております。なので、はい、これからも何かありましたら、ぜひご相談してくだされば、はい、親身になって対応していければなと思っております。は
ありがとうございます、はい、公式 LINE 秋田子育て相談小原、そしてインスタグラムも開設していますので、はい、皆さんお気軽に、お問い合わせいただきたいと思います、はい、ということで今日のゲストは、椎名ちゃんオールへの、はいはい、活動も、ね、参加していただいていますペアレントトレーニングインストラクター小原千秋さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。